はい、おはようございます。やってまいりました今日のワンコンテンツ。本日のゲームはこちらです。ロックマンワールド2ですね。ついこの間ワールドの、まあ、1の方をやったと思いますけど、まあ、早くも2ですね。はい、そんな感じでやっていきましょう。今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーになるまでどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり体験したりという感じでやっております。まあワールド1の方はなかなかやばい目の難易度だったけど、2からは普通に、まあ、遊べるというかちゃんとした難易度になったという印象がありますよ。ではストップウォッチを起動します。はい、ストップウォッチをタイマーを起動します。よしよし、やっていきましょう。というわけでよろしくお願いします。この曲はあれ、これこの曲ってロックマン2の曲だっけ、どうだったっけ、オリジナルだった。まあロックマンワールドは1と2の敵が出てきて、まあロックマンワールド2は2と3のボスが出てくるっていうイメージですね。あ、聞いたことあるような気もするけど、まあどうだろうな。今ちょっと BGM を軽く聞いてます。ワンループするとこまで聞いていきたいと思うものの、まあでも、ああワンループしました。デモ画面があるって感じじゃないもん。というわけでやっていきましょう。おっと、まあメタルマンでしょ、あエアーマンでしょ、ウッドマンでしょ。これクイックバンってもしかして、ここの曲や なかなか来るな、この曲。まあメタルマンかな。まあエアーマンが倒せるか倒せないかは問題ありますけどね。まあメタルマンでいきましょう。おメタルマン、どうかな。やっぱ狭いな画面。頭当たる。あーで弾遅いね。ビヨンでしょ、ビヨンでしょ、そいつ。そいつビヨンでしょ。危ないっす、危ない。ふぅ、ちょ、それ良くないな、それ良くないな。初見殺しトゲがえぐい。はい、あ、スライディングができる。ロックマンはどからはスライディングができるんだ。キャー、やめて。ジャンプの音に邪魔されてダメージの音が聞こえない。危ない。これダメージか。まだダメージの分優しいですと言いたいところだけど、ダメージがでかい。そう、でかいでかい。お、ナイス。これ回復ポイントですね、これ。お、ドロップ相手も優しいの、優しさが見える。いけ、見えないとこからトゲは、あ、うっすら見えてんな。やめて。メタルマンの曲こんな曲だったっけな、全然覚えてない。もうちょっとこう聞きなじみがあった気がする。ここ、よし。なんだかんだいいとこまで、危なっ。なんだかんだいいとこまでいけんねん、ボスまでいけんねん今回。カットマンの時は、ロックマンワールドの時のカットマンの時はボスまでいけなかったんや。メットマン、メットオールか。何やメットマンって。熱い。痛い。やめろ。メロカイ。あれは取れないよな。ちょっとスタートボタン。あ、いないね、やっぱり。ん？あ、待ってた。あれは取る手段今んとこないわけね。ラッシュコイルとかいんのかな？
お、階段じゃない。なあ、やばい、あと一発で死ぬ。さすがにチャージショットはないらしい。あ、ボス？なんとかでも死なずにボスまで来たよ。多少ヤバめだけど、難易度的には優しくなってる。狭いな！いや、まあ何回かやればいけるよ。こいつ、あいつは距離を詰めないことない限り。バスター一発でどんぐらいダメージ食らわせられるか。大したダメじゃん。いい勝負してんの。あん。あ、もう。なんだろう、 BGM が一切耳になじまない。あ、いける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 、よし、いける、あと一発、よし。1残機1消費でメタルマン撃破か。音こんな寂しかったっけな。その犬よこせ。You got metal blade。 あ、アンドラッシュマリーン、どこで使うねんなもん。ラッシュマリーンなんてどこで使うのんなもん。とてもシンプルなパスワード。さあ、そうね、じゃあウッドマン行きますか。ちょっとエアマン行きたいところだけど、まあウッドシールドが効くであろうことが予想できるから。上のやつクラッシュマンか。やっぱ順番通りで言うとこの順番。バットン、わ、バットン2発になってんじゃん。考える。なかなかヤバめだな。ちょっと一旦ご利用する。一旦ご利用そう。熱い。ちょっとウッドマンステージいきなりやばいね。ちょっとメタルブレード使おう。メタルブレードの方の斜めとか上に打てるという特性をうまく使おう。じゃないと上からの攻撃にとても弱いから。画面スクロールしても諦めずに追っかけてくるね、こいつら。まあ切り替えたらさすがに大丈夫か。よし、残機ゼロ。うわー、これエアーマンまでたどり着かない。危な。うーん、普通のバスターディーか。あれ、避けてるっぽいのに避けられてない。こっちはいけないね。ジャンプでじわじわ接近する能力と、この、投擲能力を持ってるのはやばいな、この考える。わっ！ここで水中ステージ来るか。タケノコ。
よしよし。まさかこいつ一発じゃねえや。ラッシュマリン使ってもいいんだけどな。これで使わないと出番ないような気もする。トウトウ、オッケー。判定が優しくない上にダメージはでかい。こうかこうか、こうやっていい。もうたもう、ボス前たどり着けるかな。たどり着けたところでウッドマン相手にノーダメージは無理だと思う。おお、オッケー、ワオ、おっと、ロックマネコ無限脇の敵って珍しい。この野郎てっ最終的にダチョウにやられました。あ、この曲はあれだ、おなじみっぽい、ロックマン2の曲っぽい。ちょいちょい音がなんか足りないというか寂しいな。はい、というわけで、はい、今日のワンコンテロックマン2はこんなもんでした。まあ、ボス1匹倒せたから、メタルマン倒せたからよしとしましょう。はい、なんだろうな、ちょっと おなじみの曲とかをこう楽しめなかったっぽいのがちょっとな。原曲を覚えていれば楽しめたのかな。どうだろうな。そんな感じで、はい、今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。